レクイエムは、ラテン語で、暗息をという意味の語であり、以下の意味で使われる。死者の暗息を神に願う、カトリック教会のミサ。死者のためのミサ。聖公会においても行われる。上記のミサで用いる成果。完全ミサ曲の一つ。教義にはこれを指し、本校でもこれを扱う。本来の典礼から離れて、単に、早々曲。 死を悼むという意味で命された作品。聖教会におけるパニヒダのことを、永民者のための祈りであることの類似性から、レクイエムと呼称することがあるが、聖王と日本以外では、こうした要霊は一般的ではない。同一のラテン語のテクストに多くの作曲家が曲をつけている。モーツァルト、ベルディ、フォーレの3作品は特に名高い。常に、 すべての典礼文に作曲されるわけではなく、例えば上記の3作品には共に紹介書がない。かつて日本では鎮魂曲と訳されたが、レクイエム自体に本来神道の用語である、鎮魂の意味はないため不適切な訳語として、現在は単にレクイエムか、もしくは死者ミサ曲、死者のためのミサ曲などと訳される。過表は、いわゆる三大レクイエムについて、 どの天礼文に作曲がなされているかを示したものである。また、カトリック教会における葬儀ミサの式文は、第二バチカン公会議以降の天礼の見直しと一連の改革によって内容が大幅に変化した。以下は天礼改革以前のものである。その日のミサの内容を歌うもの、固有文。死者のためのミサでは歌い出しが、レクイエムアイテナムであるため、ミサ曲全体が、 レクイエムと呼ばれる、救い連勝、哀れみの参加とも、哀れみ深い神への参加、あるいは罪人が哀れみをこぐ歌、唯一、ギリシア語による、通常文、東方教会で用いる、金口、ヨアンの生態礼儀のうち冒頭などで用いられる、大連闘を簡素化したもの、固有文、古い時代のレクイエムを除くと、グラデューレイト、 次のトラクテスは省略されるのが通常だが、著名なものでは、ケルビーニとドボルザークに見受けられる。固有文。例えば、オケゲムのレクイエムに見られる。固有文。最後の審判を歌ったもの。チェラーノノトマスの作、トリエント公会議で公認された4つの続称のうちの1つ。第2バチカン公会議における天礼の刷新で、死後の恐怖を不必要に強調することは、 キリスト教本来の思想から外れていることと、葬儀は、キリスト信者の死の復活的性格をより明らかに表現するという理由でこの俗称は除かれ、三部に分けられ、教会の祈りの参加となっている。またその歌詞は産業を一単位として、客員を踏んでおり、天霊文の傑作と言われる。なお、怒りの日は、ディエスや、アーメン。 までで一つの典礼文であるが作曲の弁義上以下のように細分されることがある。法令のものはこれが省略される。この俗称のテキストには最終戦争、火による浄化、最終審判など、キリスト教というよりも、むしろゾロアスター教、マズダ教など、イラン起源の二言論宗教の影響が色濃く認められる。怒りの低しきラッパの響きを恐るべきよいつの王。 思い出した前呪われた物涙の必えがパンと武道酒を捧げる時に歌われる。固有文。主イエス・キリスト賛美の生贄へと祈り、感謝の参加、賛成賞とも。神を賛美し感謝する成果。通常文。聖なるかな祝福されますように、平和の参加、神交渉とも。生体変化したパンを切り分ける際に歌い、神の子羊であるキリストに、世の平安を祈る聖歌。 通常文。ただし、死者のためのミサでは、歌詞の一部が変更される。通常のミサで使われる弾丸特別するため、リベラメイと呼ぶことが多い。出荷、埋葬時に歌われる。ミサには含まれないが、葬儀に関連するため、曲が付けられることがある。戦術の概論3に当てはまるものが多い。ありがとうございます。